はいどうも、タクチャンネルですよ。自分はね、東京蒲田でお店やってます。カードショップ、遊戯王とかね、カードも扱ってますし、それで何と言ってもこれね、デュエルリンクス、超ハマってる俺。これいいよね。で、これエイジオブディスカバリー診断出たから、これバック開封するよ。うん、でこれ何と言ってもこれ当たりはこれでしょ。ででダイダロス超強い、海を墓地に送るカットで全破壊、フィールド全破壊、超強い。これやば。で今回そうね、なんか水サポートが多いよね。水強力な壺とかもあるし、これはガチカードだしね。ちょっとこれ開封していきましょう。あーやるか。キュン、よし買っちゃうぞ。俺さ、もうデュエルキングなんで、俺ってデュエルキングなんでもうジェムが超溜まってるわけ、無課金なのに。このデュエルキング自慢とかね、カスだよね本当。お、なるほど、これはねあれですよ、水属性サポーター、破壊されなくなるやつね。うん、これも結構ガチだよ。これね、結構 OCG でもピン積みとかあるもんね。大うなぎ、何これ、墓地送られたら、おお、なるほど、500ポイントアップ。おお、墓地送られた時か。うん、でもこれハンドコストで捨てて500アップっていう、そういう動きが取れるよね。逆ギレパンダ、存在するものに相手フィールド上のモンスターにつきプラス5000ってことか。1対1につきで貫通、なるほど。じゃ基本1300でつつける、2体並んでたら1800。あ、結構強いね、2体並んでたら1800になるからね。1800って強いからな、リンクス環境では。これなんだ、レベル7以上のアドバンス召喚、なるほど。罠、モンスター効果を無効にし、でもまあそんなに怖い罠も効果モンスターもないからね、今現状は。そんなに使わないかな。リバース。リバース効果で、デサーモンスター1体を裏側で出せる。ああ、強いね。これで、生贄召喚のネタにできそうだね。うん。700ポイントアップ。守備力700ポイントアップか。なるほど。なんか、霊使いとかで使えそう。これは来た？ウルトラ来た？ダイダロス来たかな、これ。これ何？水属性モンスターすべて破壊。戦闘によって破壊され。ああ、でもすごい上級モンスター。強そうだと思ったけど。直接攻撃できる300。ぬるいな。このカードがぬるいな。ウポンサモナ。何？え？今の演出何？レアじゃん。なんだよ。何だったんだよ。レアディアの文字が入ってるカードを。敵は手札に加える。あ、でもどうなの弱いね。どうなのとか言って使わないんじゃないか、これは。でもね、リンクス環境でサーチャーは強いかな。自分の魔王カード1枚デッキの一番下に戻す。弱くねえか、スーが。ちょっと弱いだろこれ、弱いだろ。もしかしてあの兄弟も出てくるかな、もしかしてゲールワールドに。迷宮兄弟、お、これやばそうだね。相手プレイヤー直接攻撃で当たるセントダメージ倍になる、わかる。これだから1600でなんかコンボデッキでありそうだね。うん、ただまあこれパワー上昇させて直接攻撃できる魔法を使って続いてワンキルみたいなことができそうな、そんな雰囲気になるカード。500ポイントアップ、なるほど。自分の墓地に存在するグラスファントム、ちょっとタラレバすぎるかな。お、強い強いぞ。4コス1650、めっちゃ強いぞ。これは強いな。水族強くなったね、これ1650だよ単体で。これは強いよ。もう強いの基準がバグってるっていうね、リンクス環境だと。
いや、リンクス楽しいね。やっぱさ、これ古いカードを使ったカードプールで新たに調整された環境なんだよ、リンクスっていうのが。それがね、これなんだ、特殊召喚ハンドからか。まあ、かなりタラレバー要素あるな。でもタラレバーすごい大量展開で、そこからリリースしてっていう動きが取れる。うん、白夜戦弱え弱え。まあフルバーンとかありえんのかな。まあリンクスでフルバーンが強くなっちゃったらね、相当やべえからな。なかなかね。おお、強いじゃんこれ、ワンドロー。まあスケルエンジェル的な使い方ができる水属性で、まあウツボの対象にもなるしっていうところだね。うん、なるほど。一番上のカードを1400か戦闘力。微妙だな。お、2体分のリリースをすることができる。これありだね。なんか上級モンスター出すなら、水属性を、それこそスーガとか出すなら、これ1体で2体リリース。ただこれをどう守るかだよな。守るのにカード消耗するから、かなりグレズリーマザーとかないと厳しそう。リクルーター来んのがね、リンクス環境でね。やばいよね、来たら。超強いよね。これなんだ。魔法圧倒したら、魔法無効か。なるほどね。あ、なかなかだね。まあ、でも、一体強いの立てて、その横にこれ立てれば、相手が装備カードとか、なんか魔法でね、処理しようとしてきた時に、こいつをリリースすれば無効にできる。うん。ノトルクアーディアン。モンスターに召喚で先行したら、300アップ、1900。おお、強い。強い。ちょっとこれクソカードなのにな、見せちゃ全く売れないカードなんだけど。強いぞ、リンクス環境だと。1900になるからね。相手がモンスター召喚してこないことなんてなかなかないからね。はい、ジェスアムスター、花にサンガ。これも2体リリースでこれ出すからね。まあ、強いんだけどね、出た後結構強いけどね。攻撃力ゼロにするっていうね。攻撃された場合、じゃあ攻撃じゃ処理できないからね。これ立てられたら結構、どうしようもないっちゃどうしようもないかもしれないな。でも一度しか使用できないか。なるほど。いや、でも、サンガとかやばいかもね。お、なんだこの演出。なんか来るか？これ来るか？お、これ来るね。はい。おぉでもこれ強いよね。1650は強いよね。これやべえだろ。やべえだろ。あ、もうこれで全部か。でもさ、これ、カジキデッキが強くなるんじゃない？これ普通に強いもんね、これ。これが普通に強くて。あー、でもな、スーレア出なかったな。ちょっと、水強、もう500ジェム使っちゃおう。もう使っちゃうよ。もう調子こいて使っちゃう。水デッキ組めそうだし。スーレアが出ないっていう、なんだよ、これ。封入率操作か、とうとう。うん、この辺出たよな。スターボーイ。おお。まあまあだね。まあ、使わないんじゃないかな。装備魔法の方が優先なのかな。召喚源使って、水をサポートすると。大波小波、来た。これは、水属性すべて赤いし、赤いした数と同じ数まで手札から特殊召喚。なるほど。これ何ができるんだ？ああ、そっか。これでスーガとか出せんじゃん。やばくねえか、これ。水属性のスーガを一体赤いしただけで出せる？もしかして。俺の読み間違いじゃなければ。上級モンスターも出せるってことこれ。大波小波やばいぞ。これなんだ。相手今度は魔法かな、罠を無効にする。このカードを対象とした。うわ、弱。おお !1650! 機械族。これでバンデットキースがね、バンデットキースらしいビートダウンが作れるかもしれない。おい。にしてもちょっと数量出ねえな。お、来た来た。今、会話のカットインが。これ来たんじゃないの？おい、なんだこれ。今の勝手に何だったんだよ。もうやめろよ、本当に。頼むよ。
そろそろ数レアぐらい出るよ。おい、はい、ライフゲインですね。はい、クソ雑魚ホーリーシャベリンぐらい雑魚カード。あれ何なんだろうね、シルバーランクでホーリーシャベリンの採用率高いんだけど、超雑魚だよねあれ採用してるやつ。いやデビルフランケンを入れてるならまだわかるよホーリーシャベリン何のために入れてんだよ、あんな弱いカードを。まあね、このホーリーシャベリンが雑魚だっていうことはわからない人は本当の雑魚だからね。はいはい、あれ全然出ないな、やっぱ毒吐いちゃいけないのかな。ほらもうもうやめろ。お、なんか今ピラミッドの文字が浮かび上がってた。ちょっとちょっとちょっとマジか。え、あ、でもこれで機械族ビートダウンみたいなことができるかもしれないね。ちょっと待って、俺20パック向いて数レアなし、マジか。え、マジで言ってんの、そんなにそんなに出ないこれ。数レアかすりもしなかったよ。はあ、マジか。これちょっと待って、残り何パック、60パックある。数レア1枚ぐらいかすってもいいよねこれ。俺の運が悪いだけなのかな、ちょっと、ね、だいぶやられたわ。でもまあ新しいカード入ったから、まあ、いいかな。うん。じゃあ、おしまいです。チャンネル登録、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。あなたが罪よ。